よし、満を持してリンコさんバイクでタスマキン突撃する。バイクんとこ来たよ、乗るよ。どうなるかしら、普通に乗っていくのかな。黒いとミッションクリア。いや、黒いとそんな感じのミッションクリアしたっけ。うん、駐車場だったよ、ここ。いいか、やぼか。おいおいおい、服おしゃれなライダースーツ着てんじゃねえよ。着ぐるみだったじゃん。くそ、そう、イベントのために着てるみたいなとこあんのに。あ、かっちょいいな。いいよ。うわ、気持ちいいだろうね。他に走ってる人いないから。まあ止まってる車があるから、あんま速度出すの危ないよ。別のゲームみたいだ。仮面ライダーみたいになってる。かっちょいい。うわ、すごいかっちょい。そんなバイクやった？ライトついてなくなかったっけ？取ってたパーツつけたんか、頭に。え、絶対そうなんちゃうかった。かっこいい。うわ、かっちょいい。つきた。すごい。がっつりしばらくイベントステージが続くんかな。もう最後？もうまだか。けど、あれやな、般若四天王ももう、般若ぐらいしか残ってない。いや、全然覚えてないわ。誰これ、何色だった？うわ、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 空間が、もう般若ちゃうやん。今度おったな、出っ歯。何あれは。今の大事なパーツえぐれてない？ガソリンタンクやられてないぞ。大丈夫な？怖っ？あんなえぐれんねや。抜けるって何？うわ、何すんの？倒すの？え、倒すんだ。うわー、かっちょい、避けたね。バッ、がっつりこけてるけど仕方ない。うわ、すげえ、アキト君も強なった。風、風であんな飛ばせる？やったか。俺の知ってる風の威力じゃない。かっこよかった。お、第5章。こっから5章なんや、不思議。ここまで来たんだ。手ぶらじゃ帰れねえな。そらね、帰れへんやろ、多分。普通に帰れんの？周りを取り戻す。うわ、東京タワーじゃん。あ、ここか。てか、相変わらずマップ広。鳥いなくない？煙じゃない？行けんの？入れんの？あ、行けへんわ、あっちは。こっちが行けねえ。あ、ここの鳥か。解放する。イベント入った。バカだ。ポップだ。いきなり世界観がおじゃる丸みたいになっちゃった。あ、いい。ショートな後ろ姿だけのイベントいいよ。この鳥居は解放できない。奥の鳥居かな、わかんねえや。東京のあれが土地勘がねえから。団子取る。奥に進む。誰かやられてる。アキト君じゃねえ。アキト君は本当は初めに死んでてみた。リンコさんだった。リンコさんボイッシュすぎんだよ。あ、やばい、やっぱリンコさん死んじゃう。リンコさん関連のサブクやったもんね、さっき。消えちゃうって言ってた。やぼか、黙っとこ。私はここで死んだ。あ、なるほど。悔いを残してね。で、霊体で動き決まっててもね。それもあなたたちのおかげで晴れた。うわ、成仏しちゃうってこと？行っちまうのか。もう思い残すこともないから消えるしかない。え、死んでんの？結局 KK とかもんじゃやっぱ死んでんの？どうなん？すまない。 KK の体敵に乗っ取られてたよな。あの体取り戻せば、リンコ様も体も死んじゃってるからってこと？難しい話。こんな姿になっても私は死後の世界は信じてない。難しい話だね。喜んで死ぬに決まってる、うん、それはそれでよくない。けどその死後の世界、いいとこに行くために生きてるみたいな概念もあるよね、あれ。懸命に。はい、メッセージ性。生きる。指長いね、リンゴさん。綺麗な手。アキト君の手。いいよ。こういう時もふざけたみたいになっちゃってるけど。うわー、リンコさん成仏しちゃった。わあ、悲しいね。KK きっと付き合い長かっただろうに。なんか見るってあるわ。書きかけのメッセージ全部私のせいだ、ごめんみんな。何何何、最後に闇を残して。エリカのことがあいつをこの世に繋ぎ止めた。あ、そういうこと。その思いがなくなれば消えるだけだ。
KK もなのかだろうな。エリカさん残しちゃったからってことで、 KK もやっぱ死んでんの？なんかそのそこら辺の生と死のあれがゲームのメッセージ性も相まってちょっとふわっとしてるとこあるよねって。まあ進もう。広いなこの神社。どっちが正規ルートだ？これ正規じゃなさそうだな。こっちから調べます。いっぱいの地蔵、ほんまにこんなとこあんの？風車地蔵みたいな。うわやば、一回行ってみたい。ほんまにある？これ一番虚しいの。こう聖勝手に聖地巡礼して行ってないってパターン。みんなのお地蔵さん、お地蔵さんは子供の守り神です。いざという時には子供の身代わりになってくれると言います。日頃から大事にしましょう。わっ、こわ。探索完了、進め。こっちでしょう正規ルートは。お、イベントが入ったよ。何事だい。うわ、いきなりの超絶魔法使ってくるやつ現れた。質量でのご利用し、上級魔法使いだ。あ、結構してんの生き残ってた。家族の蘇生じゃないのか。さっき言ってたろ、あいつにとって肉体は魂の器だ。難しい話。あ、難しい話や。戦わずに済む方法はないのか。そっか、肉体を大切にしてる必要はないってことね。これ誰の体だっけ。排除するだけだ。 KK の体どこ行っちゃったの？これはおかん、奥さんか娘さんのボディで、家族の体使ってて。おお、いきなりのこれボス戦よね。やば、ほんまにもうラストダンジョンじゃん。連戦やろこのまま。これってこいつ入んねえと。だって5個のボスにしたら早く出てきすぎやもんね。おお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 、きっしょ。うわー気持ち悪い。やば、雲や。目めっちゃあるんじゃん。今目めっちゃあった。うわうわ、こうでっか。マジマジの。よっしゃ、今ジャンプで避けるやつだった。顔怖っ。ちょっと待って、上から降ってくるのは分からんて。上見てられんて。怖い怖い。なになになに、なに、なに食われてる。ケーキ吸われた。あ、ちゃう、弱点か。狙うとこや。いった、いいいいいい、ナイスショーナイスショー。狙ってこ狙ってこ。これガゼン風ですね。よう、敵の攻撃がよう分かりにくいな。あー、いっぱい降りてきてる。向こうに洞窟ある。何、入れるの？入れなさそうな煙が出てる。何、入れないのか。雲の雲だから。ジャンプジャンプ。うわブーベラ。2連チャンはきついな。ナイスガード。いいよいいよ。ほら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 、ダメだ、ご利用すぎだ。すぐよ、攻撃は最大の防御だと思ってるから。ダメダメ、ちゃんと防御もしながらね。それを感じる必要はないのに。何の話だ。ちょっとイベント中に日本語だろうとか戦闘中に話されたイベントよく聞こえん。え、あー、ちょっと待って、ジャンプ後の硬直えぐめだわ。特にちょっと日頃からトレーニングしとってもろていいですか。へい、今だ。今だって何、好き出た。何、今だって。なんでアキト君ちょっと俺に対するヒントが弱いのよ。もうちょっと言葉の密度を上げてもろて。え、合ってんか。全然聞いてるからねえぞ。いった、クソが。くらえ、奥の手表面で。動き遅くなるでしょう。ならない、ボスはなんない。なってなさそうだね。今だって何、ほんとだ、今だだ。おら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 、引っこ抜ける口。これくわえてるだけじゃない。なんかうげー気持ち悪い。出た、ほいほいほい、どつけどつけ。夫の声だった。さあ君も器の中に入る。どういうこと、何の、誰、娘、親、何者などってことは。ハンニャは本当じゃ、ハンニャじゃない、違うか。取り憑かれたようにおかしくなってるから奥さんがびっくりしたってこと。ちょっと全然話聞けてる、聞けきれてない。戦闘の音でかすぎんねんて。痛い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 。手が風どない、あ、風入る入る、いいよ、引っこ抜けるじゃん、楽勝。これで終わりじゃないでしょさすがに。どう、終わりくさい。終わった、へちょ、図体ばかりの雲野郎だぜ。へえへえ。で、ワンちゃんでかくならない方が強い説あるけど。先に一体何を見ているって言うんだ。知るか。どういうこと、あ、こうなった先にどうなりたいかってこと。だが俺が終わらせてやる。いや、まあ奥さん娘さんには同情しよう。さすがにかわいそう。俺にやらせてくれへんのそれ。なんで
え、てかやっぱこれラスボス妹じゃないの？違う、闇落ちすんじゃないの？そんなことないか、助ける対象やもんね。これ東京も元通りになる？だいぶ壊滅的なあれじゃない。俺はもう東京タワー、ラストダンジョンっぽいな。行くぜ東京タワー。うわ、東京タワー来たことない、ゲームで初めて来るだなんて、なんて幸せ者なんだ。たっか、東京タワーってこんな高いんや、すごいね。333m やったっけ、東京タワー書いてるね。入ります。猫ちゃん、ありがとう、行きます。いい買い物できたか。まあね。入った。すごい、こんな映画館みたいな感じなんね。消されたのか。どこかに誰もいない。上に行ってみよう。すごい、東京タワーで戦うの。戦えんの？展望台かな最後。ちょっと登っていきましょうか。エレベーターは使えない。登っていく。うわあ、出た。般若放送。もう全部覚えた。もう言えるで俺それ。エスカレーター登ってく。お、マリちゃん言ってるんだ。何、ほんまは何か闇がある、ずっと幻を見てるみたいな。ほんとはアキト君が闇落ちしてて、 KK が悪いやつやって、ハンニャとマリちゃんがお兄ちゃんを助けてるみたいな。深読みしすぎ。本当は私のことなんて考えてないでしょ。何、アキト君の闇、自分のことしか考えてない。自分のせいで私が死ぬのが怖いんでしょ。今にマリちゃんが言ってんの、どうしたって。KK にはやっぱ聞こえてないやん。変な声が聞こえる、妹の声だった全然刺さってないな。何か仕掛けてきてるのかもな。刺さってた、やっぱりちょっとショック受けた。元気出そう、アキト。どっちにしろ助けなきゃ始まらへんから今の話も。おいおいおい、どうした、行くぞ。あ、そっか、右手は KK なんやった。そんな寄生獣みたいな流れやったっけ。いつの間にやら。マリ、お前の本心なのか。違うって言ってあげたいけど、関係、正味今の時点では関係ないよ。しっかりしろ。助けなければまず、助けて話し合えば済む話。そっから始めましょう。一人で悩んでても仕方ない。行きましょう。お、満を持してエレベーター使わせてもらいます。で、雑魚妖怪も出てこへんしね。333m なの？知ってるよ、それはさすがに。メインデッキ行っちゃう。お、楽チン、ありがとう。俺のこと、いい親だって言ったよな。言ったっけ、そんな。俺はいい親なんかじゃない。おいおい、としてちょっと待てよ。一生懸命働いて、お前ら二人ともやむなって、今。ちょっと待って、ラストバトル前、ラストバトルか分からんけど。二人してやむな。KK もなんか家族の声聞こえてたんか。俺たちはもう家族じゃない。おい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 、今一番人生で一番悲しい時思い出すなって。なんで？それは見え方。うん、もう KK のチョイスが悪かっただけ。それでも俺はこの戦いから逃げない。守りたいものを守るためだ。十分へこんでるやん。今思い出すタイミングちゃうって何度も言うやけど。今戦いのことで考えよう。お、うわ、やっぱ展望台や。時間稼ぎすらできなかったのか。あれ、犯人はこんな血だらけやったっけ。てめえ、肉体の死はただの事象に過ぎない。はい、そういう概念ですよね、わかりました。魂は肉体を離れてこそ本来の姿を取り戻す。なるほど、そういう宗教的な。知らんねん。そうそうそう、あ、そう、それそれ言いたかって。死生観、そう、一人よがりの妄想に人を巻き込むな。確かに、すごい大勢巻き込んだから。正しい導きはいつの時代も疎まれる。だが巻き込む必要は確かにないよね。家族もしかりやで。すぐに理解する。そんな血出てた目怖。肉体がいかに無意味なものなのか。今日お前肉体あるやろ。あー、わー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 、漢字がいっぱい。なんで必要な量の魂は集まった。だいぶ解放したで俺。その全てを使い生と死の境界を破壊する。お、やばいことしようとしてる。封印を解くみたいなこと。違う、みんなが死んだ世界になる。君の地球が終わるみたいなスケール。最後の礎として用いられる。
着替えさせたってもろて、普通なんか儀式用の服とかに着替えさすんじゃないの、ずっと入院服のままじゃない。とても尊い役割だ。煽られてる。そんなことさせるか。どうなるどうなる。そんな肉弾系キャラやったっけ。そこで呪文は使わへんねや。てへなんや。お前そんなキャラやったっけ。風とか連射するんとかじゃないの。経験いるやろ。だってめっちゃグーパンでいくやん。魂が永遠に輝き続けることができる。それをするために妻娘殺したんやな。死んだんか。自分で殺したみたいな話やったよね。素晴らしいことを。自分だけは生きてるしな。やばいなこいつほんまに。この娘にも楽園を用意してやろう。強い意志を持った稀有な魂だ。楽園って何。場合によってそういうスペースを用意してくれたこと。新世界の導き手になれるかもしれない。喋ったことないでしょマリちゃんと。新世界のマリア。ちょっと名前って被ってるし。イブか。あ、いやマリアのままにしとこう。マリちゃんやからそこ、まあ、もう紛らわしくなるから。お前の夢物語など何の価値もない。夢か。経験めっちゃ無口やん。どうしたん。直接確かめたのか。経験それこっちのセリフやで。妹の魂がこの肉体に戻りたがっているか否か。逆に戻りたがってないとも確かめれてなくない。だってそれは。おい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 。ああそう、そういうこと。どうなって術中にはまってますわ。何頭いじくったん。肉体に固執しても包帯の下言ってたよね今。頭の包帯ちゃう。そういう話じゃないの。分からん。ついていけない。なんでいきなり包帯の話。惑わされるな。惑わされる。惑わされてない。関係なしに今この謎の結界突破できへんだよ。折れすぎ折れすぎ。頑張ってここまで来たやん。アキト、しっかりしろ。ボキボキに折れてる。なんで。完全に満ちた。ほんまに。ここから世界が変わる。そんな折れる要素あった今の。新たな始まりの時だ。アキト君だ。それもさっき言ってるよ。本人に聞いたらわかんねん。なぜアキ…あ、大だらぼっちだ。うわ、やばい。割れた。いけるぞ。わわわわ。あ、窓ガラスが割れた。ガラスか。結界じゃないや。え、違う。ラストバトルじゃなかった。ただボス戦があっただけ。我が宿願が成就する。おや、逃がしちゃったぞ。ラストダンジョンやと思ってたのに。おお。マリ、お前は。おいおい頑張れ。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。お、ミギーが怒ってるよ。お前を切り捨てる。そっか、それもできるんや。お前本当にこのまま。くそ、着ぐるみのせいで。おや、誰だ。ああ、バイクで戦ってた方。あ、てかこれ戦えばほんじゃほんまにもうしてんのおしまいやん。ここで戦うの。こんな狭いとこ戦える。また異次元に行くパターンか。逆にアキト君なし、KK だけで戦うパターンとかあるの。そんな流れよね。確かめるのは怖いんだろ、妹の気持ちを。ああ、そういうことか。彼女はおしまいや言ってたけど。自分が命張ってまでやってきたことが全部無駄だった。その答えを聞くのが怖いんだ。なるほどなるほど、さすが KK、的確ですわ。そういうことやったね。あんたに何がわかる。わからねえよ。今 KK なんや。わからねえから確かめに行くんじゃねえか。え、何、右向いてる時で左向いてる時で人格違うみたいな。俺は止まらない。二人が横並びやから成り立つやり取りなんじゃないの。とりあえず戦おうぜ。カトカト、カスとこから始めよう。行く。語彙力失ってる。確かめるまで死ねない。僕も行く。オッケー、連戦ボス戦。あ、おけ、やっぱこういう流れでもう一回どっかに犯人追いに行く流れでもある。こうなっていたらやっぱ犯人戦も続くんじゃない。かっちょいい鬼だ。これが本当の鬼ですよ。一回なんかあんまり鬼っぽくない鬼出てきたよね。俺が求めてた鬼、これが本当の鬼。めっちゃだって誰も俺は認めねえんだ。やさお誰 KK じゃないの。なんか変な声がずっとするけど、こいつ一回戦ったくない。ちょっとデザインがちゃうんか。
水に切り替えた。へい、なら俺水にするぜ。へいへい、定期的に近づいてくるね。近づいてくるたびにフルチャージの水を当ててガードする。くらった。いいよいいよ、ガードガードガード。お、火に変えたぞ。こっちも火に変える。ガードすな、ガードすなって。痛い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 。なら、こっちは解放射撃でします。ほらほらほら、あっちだろあっちだろ。ガードできねえな。ガードした、ナイスガード。うわ、くそ、ギリギリでガードしてくる。火がなくなっちったよ。どっか弾ないかな。へい、引っ込めんけ。おっとっと、行きやがれ。ダメだ、なんて野郎だ。こいつ持ちこたえやがった。強敵だ。引っこ抜きを。あ、これ中身 KK ボディやったっけ。だから KK のしがらみと戦ってみたいな。ずっと KK が独り言喋ってる。やば、スーパーモードなってる。かっちょいい。いや、向こうにも KK の思念が残ってんだね。だからずっと KK と KK が喋ってるんだ。いた、風うぜ。へい、次こそ1個抜けるし。まだ持ちこたえるかい。大丈夫、あと5回はやれるよ俺。終わった、よかった。嘘ついてた5回はちょっとしんどかった。やりましたよ。これ KK ボディでしょ、戻れんの KK。 KK 実体出てないもん、ほぼ。おお、シンクロ率。まさか自分に引導を渡すね。え、経験ボディやったんや。やっぱもう経験死んじゃ死んでるやん。え、俺いつか全クリした経験も生き返るんかと思ったら経験死ぬんや。死ぬ確定ではない。行くぞ、黄泉の国はまだ先だ。まだ先なんだ。俺たちの冒険はここからだみたいになってる。打ち切りの時やんこれ、やめてや。おお、続いて、そらそうやな。うわ、すごいアクションシーン。うわ、いいアクションだ。どこ行くの。